歌を歌っていたあいつ。下駄を鳴らしていたあいつ。思い出すのは、故郷の道を。みんな一緒に、離れずに。行こうといった仲間たち。こんにちは、何は金太郎です。懐かしい船木和夫さんの青春歌謡ですね。中学校、高校などの同窓会には誰もが歌う曲ですね。学園広場、高校三年生、修学旅行などが人気の曲でした。 今回のお話は、船木和夫さん。デビュー60周年。そして来年は、金婚式を迎えられます。学生服と刃がトレードマークで、デビュー当時は、学園ソングと呼ばれる、高校生活をテーマにした歌が多かったですね。こんなお話をさせていただきます。どうぞ最後まで、お付き合いください。また、皆様の船木和夫さんの思い出などをお聞かせください。よろしくお願いします。 船木和夫さんの簡単なプロフィールをご紹介します昭和38年6月、高校3年生でデビューした船木和夫さん。この年、第5回、日本レコード大賞、新人賞を受賞して、NHK 紅白歌合戦にも初出場した。それから、以降、紅白は連続9回、通算10回の出場をした。通算119枚のシングルと、136枚のアルバムを発売。 船木一夫さん。本名、上田茂之。1944年、昭和19年、12月12日生まれ。現在78歳。血液型は、O 型。愛知県一宮市の出身。妻は、のりこさん。子供は、上田淳。初期の所属事務所は、ホリプロでした。当初は、船木一夫という芸名になる予定だったが。 本人の船木さんの希望で、数という文字は、ひ弱な漢字があるので、1にしてほしいと。船木和夫となった。同じ時期にデビューした、西郷照彦、橋幸夫と共に、五三家として人気を集めた。1963年6月5日、デビュー曲は、作曲されたのが、恩師の遠藤実先生。作詞は、日本コロンビア専属だった、岡、俊夫さんの、高校3年生と決まった。 その年の3月に高校を卒業した船木さんに遠藤実先生の指示で学生服で行け。という歌謡界としては異例の学生服デビューとなった。また高校3年生のレコードジャケットで船木さんが着ているのは当時の母校の制服だったそうです。高校3年生は発売1年で100万枚の大ヒットを飛ばし船木和夫さんは第5回日本レコード大賞新人賞を 岡さんは作詞賞を受賞されました。デビューから2ヶ月後、本人が主演した同名の映画も大ヒットし、船木和夫さんは一躍スター歌手になった。それに続き、学園三部作と言われた修学旅行、学園広場も次々と大ヒットした。1964年3月には初のワンマンショーを東京の浅草国際劇場で行われた。 その当日には、地元の一宮市から東京駅までワンマンショー、観覧客のための特別列車を運行させ、東京駅から浅草国際劇場まではパトカー船道で観光バス19台で移動するというほどまでになった。2018年、徹子の部屋に船木和夫さん出演。デビューから55年を振り返り、今を語る。どん底からの復活された船木和夫さん。 デビュー曲の高校3年生が爆発的大ヒットとなり昭和を代表する青春歌謡になりました芸能生活55年を迎えた船木さんが今夜のゲストですこんな黒柳徹子さんの紹介から始まったその話の中で歌謡界の浮き沈みの多い業界で大変でしたと船木さんは振り返ったよくやってこれたなというのが今の気持ちにありますこんなことを 番組で話されていました。学園ソングで一世風靡して青春歌謡のアイドルっていうことになりました。デビュー当時ヒット曲が次々と映画化された。船木さんが音楽に興味を持ち始めたのは1ヶ月間肩叩きを続けたご褒美にと、祖母からハーモニカをプレゼントしてもらったこと、ラジオから流れてきた三橋道屋の歌を聴いたことが大きなきっかけの一つだった。 13歳年下の弟ができた頃、家が貧しかったことから、誰かがこの家にお金を入れ続けないと、弟が物心つくまでに、人並みの生活をさせてあげたいとして、学校卒業後は自分の才能で短い間に稼げる世界に行きたいと思うようになり、そんな時に友人の家のテレビで歌手を見て、これだと思い、歌手を目指すようになったそうです。中学2年生の時に、 父に頼み込み、中学の音楽の先生の紹介で、指揮者の山田正弘さんを紹介してもらい、名古屋市内の教室に通って、レッスンを受けたことからの始まりだった。今となっては、船木和夫を語るに欠かせない話題になった。名古屋市内のジャズ喫茶で行われた松島明賞で、ステージ上の松島明が、古襲を誰か一緒に歌わないかと客席に声をかけたところ、 前列にいた高校生が勢いよく手を挙げた。その少年が船木和夫さんだった。当時デビュー2年目で全盛期を迎え舞台で時々学生服を着て歌っていた。橋幸夫の対抗馬として当時現役の高校生だった船木さんを学生服デビューさせると決定した。そんな学生服姿は私たちの憧れの船木和夫さんだった。 当時は家庭にテレビもある家も少なく、ラジオ番組から歌を聴くことしかできなかった。また、1970年前後には青春ソング以外にもたくさんのヒットを飛ばした。テレビ時代劇、銭形平時のテーマソングにもなった番組のロングランもあって、船木和夫の歌としてよく知られるようになった。また、特にか文学をモチーフにした叙情歌謡と呼ばれるジャンルでは、 持ち前の歌唱を生かして第一人者的存在となり、絶賞「絶唱」、「夕笛」、「初恋」などがヒットし、1966年には絶唱で第8回日本レコード大賞歌唱賞を受賞した。仕事が嫌になった。休みたい。そんな船木さんは心身ともに疲れ切っていたのでしょう。当時、船木さんは失踪先の旅館で自殺未遂を図った。しかし 1973年7月には、のりこさんとの結婚発表されていたが、またしても、京都のホテルで自殺を図った。すべてが、自殺未遂に終わり、周りは胸をなでおろした。それも、船木和夫さんの未遂で終わったことは、運命だったのでしょうね。今があるのは、そんな苦労を乗り越えての、78歳になった船木和夫さん。1973年には、心身の不調のため、翌年まで、 10ヶ月間のすることになったまた私生活でも可愛がっていた都市の離れた弟が死亡するという不幸にもあってそんな理由に今までの人気に限りが出始めていた高い人気を保っていたが1970年に入ると以前より多数出演していた歌謡映画が廃れテレビドラマへの需要がなくなりそれに追い打ちをかけるが歌謡界の変化に 伴い表だった仕事は激変し舞台ととと地方公演がが主ななな活動の場っったたことが大きな理由だったそうですしかし、その後、10年以上にわたり、不遇時代が続いたが、デビュー30周年、プレ公演を機会に、中高年女性のアイドルとして人気再燃させた。その中で、船木さんは、私は、同じ青春を過ごした仲間にしか、通用しない歌い手でいいと、新たな気持ちを話した。 そんな船木和夫さんの奥様は、のりこさんという一般の方で。もともと、のりこさんは、船木和夫さんの大のファンで、宮城学院大学のお嬢様。奥様の写真は手元にありませんが、当時の新聞記事には、船木和夫、4月29日に挙式。古傷を、愛で癒し、こんな見出しが大きく掲載されていました。そんな、奥様のことを、船木さんは、 どん底人生を支えてくれた妻。今の船木があるのは、妻のおかげです。そんな感謝の言葉を話しておられました。しかし、結婚後も仕事はなく、年収も下がっていたが、奥様ののりこさんのコネもあって、仙台での仕事も増えてきた船木さん。辛い時代を共に、奥様と歩んできて、2023年現在48年になります。来年は、金婚式を迎えられます。 現在の船木さんにとっては運命の人です。今の奥様の支えがあればこそですね。裏方で支え続けてくれたのりこさんの存在は大きいですね。現在も年齢を感じさせない素晴らしい歌声。船木和夫さんは健在で安心しました。今はやってやろうという気概があるし、80歳で現役で歌えるのか。これをやりきれたら先が見えてくるんじゃないかと意気込みも語った。 これからも健康で奥様と仲良く来年の素晴らしい金婚式を迎えられますこと、そしてますますお元気でご活躍されますことを心よりお祈りします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また良ければチャンネル登録や皆様のご感想もお願いします。